木曜人生劇場天知事。皆さんこんばんは。こんばんは、はい、木曜人生劇場天知事の時間がやってまいりました。ありがとうございます。はい、あれクロちゃんじゃないの、あれあんちゃんじゃないの。そうですか、クロちゃんが出たらクロちゃんがやると勝手に思ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こうやってね慣れていきますよ。ありがとうございます。はい、そう、この浅草橋鳥越神社前のスタジオよりコロナ対策をですねしっかりして、はい、放送してまいります。はい、コロナ対策につきましてはですねこちらですね、じゃじゃん。はい、演者の方、そしてスタッフの方の検温はしっかりと行っております。はい、できます。はい、そして換気50分に1回行っております。そして、番組の、ね、入れ替えの時にスタジオ内全て消毒していただいております。そしてね、いつものトレイル、はい、除菌機器を導入しております。はい、鳥越アズリ FM のスタジオはすぐここまでも窓になっててガラス張りになっております。はい、こんな感じです。そして緊急車両のサイレン、あと台東区のね、緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点もあると思いますが、ご理解いただけますととてもありがたく思います。と変わりました。はい。以上で地域密着型です。はい、地域密着型です。そしてね、パーソナリティは私、株式会社パワープラントのアンケイヒと、はい、アシスタントの黒田由美です。で、お届けいたします。さあ、3月ですね。はい。うん、私たちにとって3月というとね、すごい月なんですよね。超繁忙期。超繁忙期。特にクロちゃんが超繁忙期。あんちゃんはまあ、ぶっちぎりとね、特に今年はね、はい、本の講演会だったりだとか、うん、まあ、それによってね、いろんな方にゲストで呼んでいただいて、クラハだったりね、イベントの時だったんで、あま、ね、はい、まあ、いつも以上にね、忙しい中でもすごく忙しい。ありがとうございます。忙しいけど、充実してた。ありがとうございます。はい、今、言い直しましたね。はい。さすが。ありがとうございます。やっておられますね。はい。今の何かっていうと、今、忙しいって言った後、あ、忙しいって言ったって言って、クロちゃんはその後、ね、充実したっていう言葉に言い直したんですね。はい。素敵ですね。心をなくすっていうんだよっていう言葉を聞いてからは、うん、その言葉を使うことにすごい抵抗を感じる。ああ、素晴らしい。ああ、素晴らしいですね。はい。はい、もっと細かいいろんなことがですね、今日はちょっとお出ししておりませんが、はい、必ず結果を作るビジネス帝王学って私が出させていただいている本にございます。よかったらね、そちらをご覧いただきますと、うんうん、とてもありがたいです。そしてね、皆さんご存知ですか、うん、毎月第一放送はね、今、はい、長沼さん、出ていただいてますね、うん。はい。あ、長沼さんって言うと私500円貯金することになりまして、サブローさんって言うんです。そう。サブローさんがね、登場されるときは、サブローさんプレゼンツで、必ず、視聴者の方へのプレゼントが、ね、長沼さんから出していた。それがね、このビジネス帝王学のこの書籍をね、毎回登場されるごとに、3冊プレゼント、出していただいています。ということでですね。ね、皆さんね、もう、私本、どうしても読みたいのっていう方は、第一週のプレゼントに応募されるっていうのも、一つの手かもしれないね、うん。はい。あとね、もう早くという方とか、ちょっと応援をっていう方はですね、本屋さんとか、アマゾン行っていただけますとね、いいかなと思っております。言い直しましたね。充実なさってるようです。充実なさってましたよね。そうですね。そう。それでね、毎月ね、私たち3月のね、後半にね、毎年旅行行っているんですね。もう皆さんさすがにね、ずっと見ておられる方はね、うん、はい、お伊勢さんと、はい、あと、あそこですよね、奈良も行き、そう、大宮さんと、あと天川さんですね。そうなんです。そう。山口をね。そうです、そうです。それでね、今年はね、うん、実は私たち2人、のこのね、設定じゃない、違う設定でね、うん、お伊勢さんにね、お参りさせていただくんですよね。うん、しかも、エイプリルフールに。そうそう、なんか特別な日なんでしょ、うん、まあ、木の始まりというのもありますから ね。はい。それでね、クラウドファンディング、はい、もう終わってますよ。やってた時の、リターンのね、中に、この、私とクロちゃんとお伊勢に行くっていうのが、実は中にあったんですね。うん、
はい。それで、そのツアーが実は売り切れたんです。早かったですね。早かったです。あの、私もお問い合わせいただきました。クロちゃんも行くんだよね。はい。そうです。行きますって言ったら、そうです。私も、みたいな。そうです、そうです。それでね、私たちは去年ね、お伊勢さん、お参りする前に一番最初に、二見に行くんですよね。夫婦岩があるとこね、うんうん。あそこに行ってから、ね、内宮外宮行くんですよ。それで、そこで、私たちは実は、なんていうの板っていうの名前の、ね、木札にね、うんうん。名前で、私の名前とクロちゃんの名前でね、実は奉納されてて。うん、そして、二見のね、こう朝日がこう昇るときに、朝日が、もう、私たちの名前にこうね させていただいてて、うん、はい、今回ね、お伊勢ツアー一緒に行かれる方、皆さん、全員もうバッて名前が出るように、ね、もうまとめて一気に申し込もうと思っています。こ、うん、れが旗の始まりっていうかね、うん、そうですね、そうですね、あ、そうでしたね、そうそう、初めは、うん、その2人で旅行行っていろんな神社を回るうちに、うん、なんかしっかりこうね、お名前で奉納されてる方見て、私たちもね、奉納できたらいいねなんて、じゃあどこに奉納したいっていうような、その夢みたいな話をしてたんですけど、す、うん、次の年にあんちゃんが、お、ここ奉納できるらしいって言って、うん、まさにそこにね、初めてやってから、 それからも早い、はい、そうですね、旗を、私は上りを全国に行って、もうあっという間に広がってね。あっという間ですね。明後日は沖縄に奉納させていただこうと思って。そうですね。もうね、今こう言いながらね、こう私たちこうどこかに奉納させていただこうと思ってね、うん、もうリュックの中に30万入れて、2年前ぐらいからですね、お伊勢さん奈良行くときにこううろうろしてて、どこかどこかって思ってたんですね。うんうん、そしたらね、二見さん行った時に、お参りに行った時に、もうね、その木札のこうね、盤を見て、そこでね、私は、ああすごいな、これどうやったら申し込めるのかなみたいな風に言っていたら、クロちゃんがここ空いとるけん、ここ空いとるけんってそう、なんか数箇所空いてた、こう空いてるところがあって、これって申し込んだらさせてもらえるんじゃないのって言って、すぐにね、社務所の人に話しかけましたね。心よくね、その場で書いてくださるわけじゃないんですけど、うん、後日ね、名前を挙げておきますねって言っていただいてね、そうですね、それを毎年こう見に行くのがまた楽しみになったねなんて言って、そうです、そうです、1年更新でね、そう、3月28日から私たち掲示していただいてて、うん、4月1日に、ね、お参りするってことは、もしかしたらもう、ちょっとこの3日の差で私たち現物を見ることなく、もう一度新しい寄付団になるかもしれない、うんうんうん、ね、なんか楽しいですね、うん、毎年その恒例っていうのが、恒例っていうのはね、お互いの、うん、そう、うん、1年間のこの1年間の成長だったり、うん、じゃあ次の1年間どうしたいかっていう、うん、お互いのその成長の確認だったり、ね、これからのね、うんうんうん、いろんなビジョンだったりっていう、そうですね、いい時間になってるよね、なってるね、うんうん、そしてこうごめん、お仕事柄ね、3月私たち比較的こう踏ん張り時というか、スイッチがこう入る時ですからね。それで、だいたいこの2月の後半、天地陣が終わってから、その旅行に行くぐらいまでの間はね、基本電話とか LINE とか、極力減らしてて。うん、そう、面白いですよね。ね、極端に連絡しない時期っていう。で、Facebook で、あんちゃんが名古屋にいるのは確認ができてるので、うんうん、この前ちょうどね、名古屋に私2時間のトンボ帰りの日が、あ、やりてあった時に、仕事できるね、うんうん、せめて帰りに一緒の電車になれるかなと思って、うん、あんちゃん今日帰らんって言ったら、帰らんって帰らないって面白い、あ、コメントをいただいてます、ありがとうございます、はい、あ、トヤノちゃんありがとうございます、こんばんは、嬉しいです、うん、嬉しいです、私も、あ、久美子先生ありがとうございます、こんばんは、そして、あ、阿波野さんありがとうございます、こんばんは、そして、あ、愛子さん、あんちゃん、クロちゃん、ファイティンって、ありがとうございます。ね、本当にね、こんな感じでですね、お久しぶりに会うと思ってたら、うん、数日前、いつでした？火曜日ですか？火曜日に少し用事があって、ちょっと話すことがあって、
10分だと思ってたんです。そしたらね、私たち1時間話してました。話して。で、締めは、じゃあ木曜日に行って、木曜日に話そうって言って、話したやろっていうぐらいね。そうですね。ね、本当にね、面白いですね。うん、こうやって、女子高生の時のような感覚でですね、ね、お話というか、お話をするね、人が身近にいることはすごい嬉しいことですね。うんうん、はい、ありがたいです。ということでですね、今日も、進めていきましょうか。ゲストの方、はい、とってもた、もうね、ゲストの方の振りがね、もうご案内が出ていましてね、はい、今日もとっても楽しい時間になりますからね。はい、では、今夜も8時50分までお届けしてまいります。この番組は人の人生はためになるをモットーに、各方面で活躍されているゲストの方の天地人に迫ります。自分らしく生きるヒントやチャンスをつかむ方法を引き出して、視聴者の皆さんに気づきと勇気をお届けいたします。鳥越アズール FM 公式ウェブサイトにて映像付きでご覧いただけます。では、皆さんには CM をご覧いただきましょう。本日のゲストは地域開発プロデューサーの成田茂之さんをお迎えしております。はい、どうも。今日こそいらっしゃいました。ありがとうございます。いや、いいですね、女性の間で。ありがとうございます。そしたらね、はい、成田さん、自己紹介をしていただきますとありがたいです。あ、そうですか、はい、いや、私はね、東京に生まれましてね、うん、まあ、戦争からですね、ちょっと前なんですね、
はい、昭和ですと17年なんですよ、うん、で私なんかがだから空襲っていうのはねかすかに覚えてますよ。それでね東京が空襲になるということで、うん、東京生まれの私が、はい、今の軽井沢、あ、軽井沢にね疎開をしましてね、はい、それで6歳ぐらいまではねもう軽井沢のね麦畑の中で育ったんですよ、だから今でもねあの土とか畑とか植物は大好き、うん、そんな状態ですね、はい、それでね、はい、まあいわゆる東京に戻ってきて、はい、まあガキ大将をずっとやってまして学校大将をやってまして学校が大嫌いでね、はい、それで、ね、まあ、なんとなく大きくなって、うん、会社に入って、はい、まあ60歳まではね、うん、もうね、真面目でガンガン仕事をしました。ただまあ仕事一筋というのは、うん、あまりにも、うん、人生面白くないっていうことで、うん、まあ今で言うね大谷君じゃないんですけど、はい、うんうん、サラリーマン時代二刀流をやってたんですよ。当時にですか、うん、二刀流っていうのはね、うん、あの仕事はもうガンガンやる、ただもう一つ趣味の世界もこれもまたガンガンやるというね二刀流なんですね。はい、うん、でまあその二刀流をね、うん、自分なりに過ごしてきて、はい、60歳になって、なって定年退職、ね、それで定年退職したらこれはね今まで私がまあグローバルでね、うん、会社人間としてグローバルでやってたんですけども、うん、次60歳からはもう全く違った世界にね、はい、行こうじゃないかと思いましてね、まあ、つまり今までは大きいことはいいこと、ね、だから例えば売り上げを上げたり利益を上げたり工場を大きくしたり世界化をしたりしてたんですけども、はい、ある時にある時にある人から言われて、はい、と気がついて、うん、なるほどそうかと思ったことがありました、はい、それは正反対の小さいことを面白く、うん、楽しく、うん、楽しく、うん、小さいことの素晴らしさを見る、うん、これを60歳以降やっていこうという正反対を60からやったわけですね、でそれでまあ現在も、うんうん、もう小さいこと小さいことの面白さをやっているという、まあこういう大きく言えばねそういうまあ反省をしてますけども、はい、すごい、はい、ありがとうございます。三郎さんのご紹介でですね今日すごい友人をということで、ね、成田社長を、ね、ご紹介いただきましてお会いさせていただいてね。長沼先生は本当に素晴らしい。もう長沼先生とね、いろんなね、うん、会に誘われたり、うん、あの方の人脈はすごいから、おかげさまでものすごく楽しみましたね。はい。ありがとうございます。そして私もね成田さんとの出会いを楽しませていただいてそれをこう皆さんにお裾分けと思って、とんでもないですよ、ね、本当にいい出会いですね。ありがとうございます、はい、ね、地域もう、うん、言ったらもうどなたでも知っている企業の、うんうん、もう うん、重役っていう、はい、もうすごいもうみんなが知ってる会社のすごい方です、うんうんうん、いやいやいや、はい、もう名前を検索したらすぐ分かっちゃう感じなんです。はい、それでですね、そんな方がね60歳になって、はいはい、ね、もう延長もせずに60でパサッと辞めてですね、で辞めても全く逆のことをやっておられて、もうすっごい、それでね、うん、逆のことをやっておられて、うんうん、今じゃあどうなんですかと、うん、それで地域開発プロデューサーってさっきおっしゃっていて、うん、ね、もう
聞いてみたら、ああ、地域開発プロデューサーと思うんですよ。それが具体的にどんなことをやっておられるのっていうのを聞いたら、地域開発ってねえ、そういうこと言うんだっていうので、もう私な今案件としては、何個手がけられてる感じですか？北海道から沖縄まで30箇所、ずっとねやってまして、まあ、地域開発というのは、まあ、もっと簡単に言えば、地域の誇りになる、まあ、いわゆる財産を、地域の方に、と一緒にね作ってあげる、まあ、そのきっかけを私たちが作ってあげて、そしてその財産を作る、まあ、私の場合は食べるという食というものを中心に地域をずっと開発してきましたんで、それぞれの地域の特産品ですね、これを、まあ、作ると。でただ特産品といっても、私のやり方はそのオリジナル、つまり唯一無二というか、そこしかないという、これを作る、まあ、それにはね、その歴史が大事なんですよ。歴史が、そこの土地は昔どういう営みをしてたかとかね、まあ、50年100年前とかね、でそれを文献とかじいちゃんばあちゃんに聞いて、その素材をですね、昔あった素材をもう一回復活させたり、その地域しかない財産、それをね現代流に変えてあげるんですね。だから、成功例の5つとして、まず1つは、そこしかないオリジナルを作る。2つ目は、そのオリジナルができたら、これをストーリーにする。つまり、みんなに分かりやすい物語を作らないといけないんですね。で、3つ目は、そのテーマそのものが、地域に納得性がないとダメなんですよ。強引にやったり、そうじゃなくて納得性、それから4つ目が時代の、だから今だと健康志向とか、それから福祉の問題とかね、SDGs とか、まあこういう持続化の社会をどうするかみたいな現代テーマに、その地元のテーマをくっつけていくというね。それから最後には、それが長い間続くということですね。だから私が30箇所やったのが、ほとんど今でも、20年経ってる今でも、もう永遠に続いてるんですよ。そのテーマはね。普通ね、地域開発というと、まあ3年ぐらいでダメになるケースが多いんですけど、もう今でも、もう続いてます。まあ、そんなね、ことをずっとやってきました。それで、そうですね、じゃあもう北海道から、もうこれって、あの、オファーが、うちの何お願いしますってくるんですか？それはね、最初はね、まあそんな有名じゃなかったんで、あの、こちらから面白そうなところを、私は過疎、高齢。過疎、高齢。ね。それで、その、もう本当に偏僻なところが大好きなんですよ。ですから、新幹線でスーッと行って、スーッと帰ってくるところとか、飛行機で行くようなところは興味なくて、でその先に、その、地域しか走ってない交通機関に乗って、徒歩で歩いたり、まあそういう、本当にもう何もないところが大好きで、でそこで、掘り起こすんですね。まあそんなことをずっとやってきて、今ではその30箇所になりますけども、それぞれが現時点でもまだまだあのそれが続いているというね。ではそこをずっと貫いてやってきましたんで、まあ今日本に30箇所のふるさとを持っている。まあ今日もね、そのうちの一つのところから、うわぁ、これ来たよって言って見たら、発足は来たね。新夏のね、まあ、もういろんなところかで、私はお金をいただいてないから、むしろ、現地の産物がね、
届くんですよ。ああ、すごい。もう全国からね、うん、その旬のものが。これは嬉しいですね。だから現金というものよりも、本当にふるさとのそれぞれの地産地消の、そのね、努力した産物が、届くのがもう本当に何よりも、嬉しいし。で、それをまたね、近所の皆さんにね、みんなで食べようっていうことでね、分けてみんなワンワン行ってるんですね。そんな感じです。はい。すごいですね。はい。そう、クロちゃんどうですか？今日初めてお会いされて、私もうね、成田社長に事前にお会いしてお話を伺った時に、もう、ね、興奮して夜寝れなかったんですよ。もうワクワクして、こう、なんて言うんですかね、こう、誰かに言いたくて、ね、もう、こう細胞がとかめっちゃ、もうこうなって、それで、気がついたら3時間経ってたって。もう、すごかったです。もう、講義をというか、講演というか、もう、独り占めでずっとお話を伺わせていただいてね。はい。ずっとこう、お話しされてるのに、こう、ね、社長の、ミルクティーはなくなってて、ずーっと喋ってくださってるのに、いやいやいや、ね、私のミルクティー大きい半分ぐらいあって、いつの間にって思いながらね、ずっともう、あと飲むのも忘れるぐらいずっと聞かせていただきながら。つまりギブアンドテイクってよく言うでしょ。ギブアンドテイク言いますね。で、若い頃はどうしたって知識がないから、皆さんの意見を聞くんですよ。で、吸収する。知識も吸収する。知恵も吸収する。何でも吸収する。でも、ある時に、その、取ってくるばかりじゃなくて、自分のものを何かに渡していくっていうね、つまりギブアンドテイクっていう時代が来るんですよ。自分の特徴を何か人に。で、今私たちは、まあ私なんかは、むしろ上げていく、今まで私がいろんなものを、いただいたものをですね、今どん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 渡していくっていう、ちょうどその時代にちょうど入ってましてね。ですから、もう、長沼さんも同じ心境なんですけども、まあ、ぜひですね、なんか機会あったら、ぜひ私たちは自分の持ってるものを協力したいと思ってますんで、呼んでいただければね、どこにでも行きます。ありがとうございます。はいはい、もうありがとうございます。もう PS から拍手が拍手です。ありがとうございます。これが気になってると思うんですよね。気になってますね。ね、これは、今までの事例の中の何番目のプロジェクト？それが先ほど説明した30箇所の次の、はい、今の31箇所目が。これですね。このテーマです。何でしょう、はい、これ何でしょう、皆さん。はい。なってるの見たことありますか？私ね、初めてだったかも。これ。これですよ、これ。うん、もうわかりますね。ね。はい。唐辛子ね。そうです。唐辛子です。ですね、ここに今私はね。あ、帽子も唐辛子です。唐辛子ね。胸元。これがね、もう。あ、ペン、ボールペンじゃなくて胸元。これがもう今ね、31番目の。もう地域開発の31番目の新宿というね、東京の新宿で、これを江戸時代やったものを復活させて、新宿の今ブランド野菜ね、東京伝統野菜、これを今ね、地域の子どもたちと一緒にね、頑張ってますよ、これを話しましょう、これから ね、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、そしたらですね、そう、これもね、これも、ね、もうバンバン、この唐辛子の特徴を生かした七味ね、七味で、これは今ね、いいですよ、お鍋とかね、あったかい、例えばお蕎麦とかに振りかけて食べると、まあ本当に元気がね、でもすごい。でこれをね、なんか今日は、はい、何人かに、そう、ありがとうございます。もうね、最初からしっかりとご準備していただきまして、いやいやいや、もう、ね、ありがとうございます。ぜひぜひ、ギブアンドテイクじゃないから、
今すべて皆さんにっていう。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。そしてね、今こうやってお話ししていただくま、ね、このここに至るまでのお話とか、先ほどのね、歴史をっていう話から、そしてアイデンティティ、そして誇り、はい、で新宿っていうあたりをですね、いろいろとね、ヒスト、それ、その、その、成田さんのヒストリー、徳川島に、はい、でここに至るまでのヒストリーなどをね、はい、この後お伺いしようと思いますということでね、はい、はい、まずですね、はい、YouTube、ナイト唐辛子さんのね、はい、YouTube チャンネルからですね、一つちょっと皆さんにご覧いただこうと思うのがございますので、はい、お願いします。そして、はい、音楽はね、はい、その、映像に合わせて、音楽は、はい、先週と同じくですね、はい、ソーストーマさんね、天地人ファミリーになっていただいております。ソーストーマさんの、はい、誓いを皆さんに聞きながら、はい、唐辛子の映像を見ていただこうと思います。では、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そう。で、今ね、この YouTube のこっちの。映像をご覧いただきまして、クロちゃんずっとお話されてましたね。ああ、そうですね、珍しいですよこれ。でほら、うん、鮮やかな赤だし、ね、大ぶりだし、うん、なんかほっとその31番目のプロジェクトとして、 そんな簡単になるんですか、難しくないんですかとかいろいろお聞きしてました。そうですね、本当にね、まあ私たちのね、その事務所が新宿にあったんですよ。今はないんだけどね、新宿にあって、はい、でその新宿にいつも私は、うん、地方に行く以外は通ってる、はい、そうするとこの新宿にいる地元の例えば区長さんとかね、はい、商店街の会長さんとかが、はい、成田さん日本全国他の土地やってるんだけど、そのあなたが住んでいる地元は何もやってくれてませんねっていうそういうまあクレームがクレームじゃないけど出たのね。はい、それで私はグローバルな世界的な大都会とかそういうの興味ないんですよ。おっしゃってましたね。田舎のねじいちゃんばあちゃんの本当に田舎の素朴なところが大好き、うん、だからいやいやもうね、新宿はもうそんな手を入れる必要ないんじゃないですかとね、大都会だからと言ってました。ところがある時にお子さんとお父さんが来てね、そのお子さんって小学生ぐらいなんだけども、いろいろ話聞くとよくその自分の友達がね、大阪とかいろんなところにいるいとことかからね、お前はね、よくこんなところに住んでんのかと、うんね、毎日なんか事件があったり車がうるさかったり24間ガーガーしたり生ゴミが出たり、うんまあ、そんなところによく住めるなということを、うん、まあそのちっちゃい子供の友達から言われたんだ、うんね、ニュースの印象とかですね、
それでね、私はね、そのちっちゃい子供が悲しそうにしていたんだけども、何かなと思ったら、そうか、新宿って大都会だけども、そこに40万人住んでるんですよね。つまり、私が田舎をやっていたローカルと、大都会の中のローカルというのも、同じことかなっていうふうに気がついたわけですね。その子供の声からね。そうか。ね、それで、あ、じゃあこの子供に何か誇れる。そうじゃないんだよと、僕たちはね、こんなものを持ってんだよとかね、誇れるものを作んないといけないなと。ここに住んで、私たち事務所にいるんで、お世話になってるから。で、それがきっかけなの。それで31番目の地域として、私が調べを始めたんですね。今から12、3年前なんですけどね。で、いつもやってることは、そこの土地の昔、伝統的な、例えば50年、100年前にどういうその土地だったか、で、そこでどういう、まあ、例えば、お祭りがあったり、どんなものを食べていたのかというのを調べるんですね。ですから私は図書館行ったり、小学校行ったり、じいちゃんばあちゃんとかいろんな昔の人に聞き込みをして、それで分かったのが、新宿というのが、その昔、内藤家、内藤の殿様が、徳川家康から土地をもらったところなんですね。今の、伊勢丹とか真ん中、新宿の真ん中あたりが全部内藤家の、狩猟の土地だったんですね。で、そこでできたものが、まあ内藤という名前がつくんですよ。で、真ん中に宿場町があって、でこの宿場町というのは、いろんなところの近在の野菜というものとか、いろんな燃料が集まってきて、江戸の今でいう神田、日本橋の方に、この宿場町から持っていくわけですね。そうすると、その、なんでかわからないけど、その在来のそこの土地でできた唐辛子が、どんどん売れるんだそうですよ。そしてそれが神田とか日本橋にどんどん行くと。なんで行くのかなっていうのをまた調べると、江戸時代ご存知のようにお蕎麦、ね、江戸の蕎麦、ね、蕎麦文化ですね。で、これが、いわゆる神田とか日本橋で、まあ江戸っ子がこうやって、こうやって食べる蕎麦が大ブーム。で、この蕎麦っていうのはご存知のように淡白ですから、そこにスパイスとして唐辛子の一味七味をパーッとこう振りかけながら、パーッと食べる。と、そうすると、ガーッと汗が出たり、うわ、食べたなーって、一杯で三杯ぐらい食べたなーっていう、この江戸の職人のね、の考え方とか気象とかぴったりあって、だからその蕎麦ブームがあるから、唐辛子が売れていく。そうすると、新宿界隈のその農家さんは、お、元気になるな、ね。で、言うんで、じゃあ俺も作る、俺も作ると言って、今の四ツ谷から大久保の方を眺めると、秋になると真っ赤な絨毯が敷かれるほどの大唐辛子生産地だったというのが分かったんですよ。すごい、ね。そう。で、これが、これは一般の歴史書に出てないので、区長さん、皆さん知らなかったの。で、それを私が全部皆さん集めて、新宿の昔こうだったよって言ったら、いやいや、それは、お話じゃ、だけじゃ済まないから、ぜひ再現しませんかっていう話がなったので、それで、今度は種を探したんですよ。日本全国ね。昔の江戸にあった、その唐辛子が、どこに種があるか。で、探して1年ぐらいかけて探した結果、発見して、で、それを私の、お蕎麦私ずっと昔からやってたから、蕎麦の畑で、私の畑で3年間、もう種を、数粒の種を毎年毎年作って3年間で何万株作りましたね。で、それが今のこれです。ね。で、
これは実はね、はい、私が一番嬉しかったのは、うん、江戸時代に内藤唐辛子をスケッチした人がいるんです。平賀源内っていう、うん、有名でしょ、うん、でこの方が本草学、植物学の先生だったのね、うん、それでこれをスケッチしてたの、うん、だから平賀源内のスケッチに内藤唐辛子のこの現在のこれが全部だ出てるんですよ。へで私がいただいて発見した種を見たら、うん、この絵この現物と平賀源内の絵がぴったり一致したんです。これだなということで、これが今東京伝統野菜に認定されて、うん、すごい。それで今展開されてる。でまずやったのは、そのさっきの子供さんの思いを作ろうとして、今小学校の4年生の総合学習っていうところにもう毎年やってます。で、もう7000人ぐらいね、勉強した人がいる。ついこの間もね、お会いしたら大学2年生なんですけどね、私の授業、唐辛子の授業を聞きましたっていう人がいてね、その人が、まあ、喜んでくれたんですけどね、まあ、そんなね、状況で31番目の地域開発を今、新宿でやってます。はい。そういうことだった。そうですか。そしてね、このね、あの新聞もね、それ私実は三郎さんからすごいのあるぞって言って、この唐辛子新聞をね2部いただいて見て、何ですかこれって言ってたんですよね。ね、そう、唐辛子新聞って皆さん、ね、そう、ちょっとでもね、表紙もねすごいインパクトあるんですけど、これ見たらね、中見たらね、いかにその地域の方と関わってるかっていうのがすごくわかるんですよ、うん、新宿内藤唐辛子サミットの様子です。これすごいですね。これはね、うん、今小学校から始まった唐辛子の授業が、中学校、高校、大学、新宿にあるもう専門学校も含めて、いろんな大学が1年間生徒が一生懸命になって唐辛子を作り、その料理をして加工品を作って地域のお祭りに出したりして、うん、皆さんが復活の活動をしてるんですね、うん、でそれを一堂に集めて、そしてお互いにどんなことやったとかっていう発表会をやるんですよ。これはサミットっていう、うん、サミット。ただこのコロナで2年間今ちょっと中止になってますけど、まあ、またやりますけど、でそういうね、みんなが集まってお互いに啓発啓蒙しながら地域をどういうふうにこうブランドアップしていくかっていうね、それをみんながやってるんです。だからいろんな方が、地域のいろんな方が集まって知恵を出して唐辛子というテーマでやってます。新宿は外国人が多いんです。多いですね。で食堂もたくさんあります、うん、ですからそういう方々も中に入って、うん、新宿の世界化ももちろん願ってるし、うん、外から来る方も、うん、歓迎すると、まあそんなことで、この唐辛子というテーマで新宿は今元気になろうと、うん、JR の新宿駅のスタンプの記念スタンプが唐辛子の、ね、すごいですね、まあ、以上ですね。すっごい、はい、ありがとうございます。もうね、ピースから拍手もそうね、もうね、お時間がね、はい、実はだから皆さん分かりました、この、私がお話を伺ってね、あっという間に3時間でこのままいたら半日もう社長が寝ちゃうまで、私も一緒にお話を伺いたかったぐらいな感じで、はいはい、ね、一瞬でしょ。それでね、もうさっきね、楽屋で、ね、あと先ほどここでもおっしゃっていただきました、どんだけでも出すからね、何回でも僕行くからねって言って、ね、はい、心強いことを言っていただきまして、はいはい、聞きましたね、うん、私たち2人しっかり聞かせていただきました、はい、どうぞどうぞ。ね、まだ本当にほんの一部でございましてね、うん、今日は本当唐辛子の部分にね絞ってお話をしていただきました。それでね、私にもう一つすごい感動したことがあって、皆さんインスタ、うん、インスタをね見ていただいたらと思います。ピエさん、あ、
さすがです。ありがとうございます。そう。もうね、皆さん、Facebook 見てる方も皆さん、タネジーです。タネジーって、愛称で、ご活動なさってる感じですね。タネジ2020インスタすぐ今検索していただいて見ていただいたら、もう出てるのがね、すごい唐辛子も出ておりますし、ね、このお料理のこととかすっごいんですよね。センスがなんとも言えない。おしゃれ、うん。なんかもう色味が、見てるこっちも元気になるような投稿がすごく多いですよ。うん、そうですね。ね、お蕎麦とね、うん。そうです。もうこれをね、見ていただきながら、次回はね、どんな話になるんだろうってワクワクしますよね。そうね、勤めておられる時のお話も伺って、本当に、うん、全部お話していただきたいと思いながらですね。なんか過去 の, そのいろんな経歴見せていただいたんですけど、あ、これも、あれもですかっていうような。そうです。はい、皆さんはね、次に撮っておくために、今日私、あえていろいろ伏せてたミステリアスな感じにしたんですよね。そう。ね、それでね、唐辛子、今のお話、こういうストーリーが、あと、30個、ね、はいはいはい、もう私考えますもん、さっきね、出ていただけたらって言って10回でいいですかってお話をしたら、30箇所あるってことはこれ30回とかいろいろ考えちゃいます。プラスそのとこまで入れたらもっと本当にそうだよね。話とかも伺ったらもっとありがたいですね。もうまずはね、この唐辛子、私ね、もう一度いただいて、お家でしっかりと使わせていただいて、ちょっともったいからケチケチしてるんですけど、初めてもう概念が変わりました。そしてホームページ、いろんなお店のホームページでね、この唐辛子を使ってお料理やっておられる飲食店さんの投稿とか見てても、もう唐辛子、これ唐辛子って言うんですかっていう、なんか違う名前つけちゃってもっていう感じがしましたね。そんな、もうね、社長に言っていただきました。はいはい。これをね、今日はね、視聴者の、そうですね。はい。ぜひ、今日、お時間いただいて、聞いておられる方々、皆さんに、まぁ、ちょっとプレゼント、ということで、うん、これは感動するよ。江戸の、内藤の殿様の家紋なんですよ。家紋、ね、そう。内藤さんの、内藤家の家紋なんです。これ特別に私たちにもうぜひ使ってくださいと言われて、これで江戸七味。江戸七味っていうのは江戸時代に作った七色唐辛子、江戸は七色、これは中に入ったんです。まず入りますのは武将川越の名産黒ごま、続いて入りますのは有田の、紀州は有田のみかんの皮、そして3番目にはなんと内藤新宿の内藤唐辛子というのが7つ入っておりまして、はい、甘い辛い全てが調合できますという工場がありまして、これが中に詰まっている、これを皆さんにプレゼント、こんな感じで、長沼さんに、ぜひ PR してくださいって言われて、さすが佐藤さん、ぜひありがとうございます、長沼さん、そんな感じです。ありがとうございますね。はい、ぜひね、皆さんね、応募していただきましたら、天地人、概要欄にもありますし、ツイッターとか検索していただきましたらね、申し込みフォーム出てます。ネット上に、張り巡らされてますからね、そこで、唐辛子希望って書いていただきましたら、はい、抽選、1ヶ月後にね、抽選させていただく形になりますね。はい、応募していただけましたらと思います。はい、さあね、もう、あっという間だったね。あっという間だった。クロちゃん、今日どうでした？まだまだ聞きたい。本当に。そしてこの冊子の言葉でいかんかったからね。これレシピ本だったり、中に本当に漫画が入ってたりだとか、はい、読み応え満点。満点。はい、そうですね。あとね、本当に地域のことも書いてあるので、うん、もうここで育つ子どもたちからすると、私たちそういえばこう唐辛子と共に育ったなっていうような、ね、世代を、世代をね、そうですね。うんうん、という感じで、あと1分でそろそろですね、はい、来ますからね、クロちゃん進行いただきますとありがたいです、はいはい、ね、お時間も迫ってまいりますので、もっとお話をね、伺いたいところですけども、はい、ここまでゲストにですね、成田さんをお迎えしてお送りしました、はい、ありがとうございます。人生劇場天地人ですが、いよいよお別れの時間が近づいてまいりました。今日はどうでしたか？来たかな？いや、ピリッとね、締まっていて、かつ旨味があって、香りが豊か。
っていうスタジオだったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、香りが豊か、旨味が立って、ピリッと。ありがとうございます。ありがとうございます。来週は、あんちゃん。はい、来週のゲストはですね、はい、実はね、久しぶりに私とクロちゃんと二人で、進行をね、して、また違ったね、味わいを皆さんにね、見ていただけたらと思っております。はい。最後です。はい。番組やゲストの方へのメッセージ、ご質問、アシスタントへの叱咤激励など、どしどしお送りください。アズリ FM のメールアドレス、Twitter の DM からもメッセージは送れます。はい。はい、じゃあ、今夜の2週間後には、はい、2週間後にはですね、鳥越アズリ FM 公式ウェブサイトのウェブ、公式 YouTube にね、アーカイブされますので、見逃した方、あとでもう一回という方はですね、そちらでご覧いただけましたら、とても嬉しく思います。では、今夜も皆さんご覧いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。